誤解、別に面白そう、純粋な知的好奇心だって変だろ。電脳探今までどんな事件を洗いざらい。なんだ。何？幽霊がいた？エデンで噂にのクーロンでも。いや、それに変なもんが頭ん中を探る。すげえ、あれは一体まあ、おいオタク、それでも探偵、デジモンか幽霊。誰だ、こそこそしてねえでこっち来い。おや、気づかれてしまいましたね。いやいやいや、こんにちは、こんにちは。おっと、そう、私はこの奇妙な一人で、いくら解明と全く。なんでお、いや、私不快な思いをさせてしまう。いや、ま、でも謝罪する気が。いや、はい、いや、くれんでもたう。ああ、わかよろしい。ただ、これからするお話、決して。それでは、まず、現象の内部であり、ご存知ですよね。デジタル情報を運ぶ。素晴らしい。つまり、ここは現実世界であり、極めて簡潔かつ、そのためここでは飛躍しすぎ。来てほしかの偉人。まあ、これについては恐れ多いので、過剰な賛美として真に受けないようにしています。それはこの内部構造、それらが現実。一つ、君たちは食らうもの、死ひょっとして、まさ、いや、イーターと遭遇して無事とは。というのも、バグ化、構造もアルゴリズムも、しかも一度バグ化されたって。いや、いや、恐ろ、食われたやつさと考えられています。は、あらゆるデータは復元、形而上的な。ならばゆえに、確認すっけ。いや、もちろんですから、私がこれこのように研究を。いや、まあ、サービスはあくまでもビジネス目的ですし、秘密にしておきたい情報もいろいろありまして。まあ、この際だ。しかし、君たち、見たところ、は、それに。だったら、ズバリ、この現象内部に救っているの。先ほど、あれらは、イーターの存在が、で、私は、こう、で、あると、この推論。あんたはあれの剣、潜んでる位置のわかるレンズ付きの時計とか。妙に、いや、現在のところ、あのプログラムに、あれを排除しろってんなら俺た、いや、すそんじゃないで、とっとと、いや、私はまともな世界ですか。
それは一体どこにあるのでしょうかね。後悔するぜ。仕方ねえか。後悔するぜ。Thank you.
後悔するぜ。このまま突っ走れ。案外大したことなかったな。